えと今シーズンは V2 優勝っていうのを目標に掲げてやってたんですけど結果的には3位という結果で終わってしまって、まあ、私としても、まあ、チーム全体としてもやっぱり悔しいっていう気持ちが一番強いですし、まあ、チームでは全員バレーっていうところを去年に引き続きやってたんですけれども、まあ、去年よりはこう全員バレーという私たちのスタイルがよりこうなんだろうな 個性を持った形で確立されたのかなとは思いますがやっぱそれが結果に結びつかなかったっていうのはただ全員バレをやるだけじゃダメだっていうのは自分たちが一番分かってたのでもっ,といいもっといい結果を出したかったなっていうやっぱ最後のファイナルに行ってからのルートイン戦は。 まあ相手の高いブロックに自分たちの攻撃を阻まれというかそもそもその高いブロックをかいくぐるために複数枚で攻撃こう誰が打つか分からない状況を自分たちで作ろうというふうにこう練習してたんですけどなかなかそれができずにやっぱりこう。 レセプションだったりブロックっていうこうラリーの最初のプレーのところで相手と差が出てしまったのかなっていうのがちょっと反省としてあります。と個人的にはその怪我を去年の一番去年の先シーズンの一番最後と今シーズンが始まる直前に怪我してしまって。 こうみんななと一緒にに練習に入れなかっった時期があってその時に感じたのはこう試合前の緊張だったり、まあ、ドキドキとかワクワクする気持ちさえ怪我してると味わえなくてそれがまず悔しかったしまあチームの中でまずユニフォームを着れるのは14名だしその中でコートに立てるのはリベを含めて7名。 それで全員バレーでこう誰かがスタートで固定されてるわけではないって時にやっぱりこう仲間の思いだったりそういうコートに立てない人の思いも背負ってその緊張だったり不安な気持ちに勝たないとそういう仲間のためにならないなっていうのは本当に怪我してマインドのところですごい学んだところだったので。そういうい面では コートに立つときにこうどうしようってすごく悩んで不安なまま試合を迎えるみたいなことは私はなかったのでそういうメンンタルの部分ではすすごく成長したしたシーズンになったかなっかと思いますやっぱり初めは私が2年目のシーズンになるのでこう、まあ、どこか、まあ、まだ2年目だしみたいな2年目だからちょっとこう遠慮みたいな気持ちが正直あったんですけどやっぱり。 リーグが近づいたりとかリーグ始まってどんどん後半になっていくにつれて本当に遠慮してる場合じゃないし私が引っ張るんだっていう強い気持ちがないとチームの中の,そのレギュラー争いにも勝っていけないなっていうのは本当に感じたので、まあ、副キャプテンとしてそういう意味でこう自分のプレーも頑張りながらチームを鼓舞しないといけないしその上で。 スキル的なところも高めて点数もしっかり取らないといけないっていう多方面なところで考えを巡らせたシーズンになったんですけれども、まあ、結局私が一生懸命声をかければみんながそれに応えてくれたし困ったことがあればいつも頼れる副キャプテンランナさんとキャプテンのマ央さんがいたので、まあ、このメンバーに支えられて私の副キャプテンが成り立ってたんだなって今振り返ると本当にそう思います。 やっぱり私がここに「あグリーミングス」に入った時はちょうどコロナ禍だったのでこう応援を受けて戦うことができなくてで去年も今年のような応援ではなかったというか音響ももう少し控えめだったし見,て見に来てくださる方も少なかったんですけど。 やっぱり今年が今までで一番今まででって言っても3年目なんですけど一番多くの方に見ていただいたしいろんな層の方に見ていただいたなって思いますしやっぱり SNS とかを拝見させていただいても群馬の方とか前橋の方がこう熱量を持って応援してくださるのがすごく嬉しいしありがたいなと思ってました。はいえーと いいつも温かい応援をありがとうございますえっとういま今シーズンは3位という結果で終わりました、えっと、この結果には、まあ、納得いってないというか悔しい気持ちが一番大きいと最初にも言いましたがこれを今後に生かすために私たちはまた再スタートしていきますので個人個人の活動というか活躍も見守ってほしいですしこれからもっと大きく 高く羽ばたくグリーンウィングスになれるようにチーム一同頑張りますのでこれからも恒例カらーもよろしくお願いします。